一品満足。スイーツのような卵サンドを作ります。冷蔵庫から出したバターをお湯につけて溶かしていくよ。卵を茹でていくけど、沸騰してから投入しよう。お玉を使ってそっと優しく沈めてね。8分経過したら水で冷やして殻を剥いていこう。コツ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 全体にひびを入れるとつるんと殻が剥けるよ。お、すごいじゃん。えへん、任せなさい。8分茹でるとだいたいこのくらいの茹で加減だよ。次は黄身だけを取り出すよ。結構簡単に取り出せるね。次は甘いスイーツのような味付けをしていくよ。何を入れるの？マヨネーズ大さじ3、蜂蜜小さじ1、砂糖小さじ1、塩2つまみを入れるよ。蜂蜜と砂糖が多くてとっても甘そうだね。マヨネーズと塩のしょっぱさが合わさったらどんな味になるか楽しみだよ。白身は手でちぎっていこう。大きさはどれくらい？小さくても大きくても好きなようにすればいいよ。不揃いなのがアクセントになって、それがまたいいんだ。バター少し溶けてたよ。ありがとう。パンに塗りやすくてちょうどいいね。もう完成は近づいてきたね。今日はホットサンドメーカーでは焼かないんだよね。うん、焼かずにしっとりしたパンで食べよう。完成。食べている卵サンドとどう違うのか楽しみだな。いただきます。うまっ。甘さが幸せに変わる。チャンネル登録お願いします。